可愛いですか、ありがとうございます。いきます。ポジティブとネガティブの間が一番厄介だ。なんとなくやれてしまうんだ。ちょっとすいません。うーん、ポジティブとネガティブの間が一番厄介だ。なんとなくやれてしまうんだ。ポジティブとネガティブの間が一番簡単だ。なくすものは何もないから。未来を見つめてよう。過去からは何も生まれないよ。世界を